んでこれ言えなかったんだろうとか発音変だったなとかそういうのでこうへこんだり日本語カフェへようこそ台湾で日本語を教えている春です。今日は私と同じ日本人で台湾に住んでいる YouTuber の大輔さんをお招きしています。特に外国語を勉強しているとだんだんモチベが下がってきます。このモチベというのはモチベーションのことで、やる気という言葉ととても似ている言葉です。それで今日はこのモチベを保つためにどんなことをしているかということについて大輔さんに聞いてみましょう。大輔さん、お忙しい中ありがとうございます。はい、いやいや、こちらこそ。もうご飯食べましたか？もうご飯食べました。あのコンビニでちょっと軽く食べましたね。最近ハル先生が一緒にコラボされてる皆さんがとても優秀ですごい方ばっかりだったので、ちょっと今回はあの途中に一回普通の人を挟んでいただくっていうので、ちょっと私ちょっと普通の人はこういう感じなんだよっていうのを皆さんに知ってもらえたらいいなと、そういうふうに思ってます。いやいや、いや普通と言っても普通じゃないですよね。いやいやいや、大輔さんのことご存知の方多いと思うんですけれども、じゃあ簡単に自己紹介お願いしてもよろしいですか？はい、私は大輔です。日本の仙台出身で、もともと仙台で仕事をしてまして、普通のサラリーマンだったんですけど、中国語を勉強したいなと思って台湾に来て、今台湾に住んでますね。それで中国語を勉強していく中で、いや日常会話、その友達と話す時に使うような会話、教科書にあんまり載ってないなっていうことに気づいて、そういう方が大事なんじゃないかな。で、あ、じゃあこれ逆に日本語を勉強してる人にこういうのを教えたらためになるんじゃないかなと思って YouTube を始めて今、チャンネルあります。もうめちゃくちゃおすすめですね。私、やっぱりこう大輔さんのチャンネルはすごく貴重っていうか価値がある存在だと思うんですよ。いやいやいや、やっぱりその今の日本の若者が実際どういう風に話をしているのか、教科書には載っていない日本語を勉強することができるので、皆さんぜひ、まあもう見てらっしゃる方が多いと思いますけど、まだだったらぜひ見てみてください。超おすすめです。よろしくお願いします。ありがとうございます。大輔さんは今台湾に今で大体どれぐらい滞在されていますか？2年半ぐらいですかね、全部で。お、結構短いですよね。大輔さんの動画を見ていると、はい、結構抽象的な概念とかを中国語で説明されてる部分が多いと思うんですけども、まあ 2,3 年でこれだけ中国語が堪能なのは素晴らしいなと思うんですけど、どのように勉強されてるんですか？勉強は最初の頃に語学学校に通ったんですよ。最初3ヶ月間学校に通って、その後はもうずっとあの独学でやってるんですけど、最初は基本的な文法を全部覚えて、もうその後は日常会話、友達と例えばお腹すいたとか何食べに行くとか、そういう日常会話を中心に勉強しましたね。なので最初の頃は言語交換をひたすらやっていました。ということは学校に行く以外にも言語交換をされていたんですね。そうですね、週に5人とか相手にしてやって、つまり月火水木金っていうことですか？みたいな、あの多い時だとそれくらいでやってましたね。あ、やっぱり努力されてますね。あの台湾は日本語を勉強されている方が多いので、相手もあの簡単に見つかるんですよね。あ、日本語を勉強されたい方がいるおかげで中国語と日本語の言語交換が見つかりやすいってことなんですね。そうですね。最近はコロナの関係で難しいかもしれないですけど、その時は運よくそういう状況でしたね。それは、面と向かってオンラインとか LINE とかじゃなくて、実際に会っての 言語交換なんですか？そうですね、直接会ってやってますね。で、
最近はだんだん減ってきましたけど、今でも2年ぐらい続いている、もう今もちろん友達なんですけど、はい、もうずっと週1で今でもやってますね。今でも続いてる人がいるんですね。はい、そうですね。じゃあ最初のうちは語言中心ですよね、いわゆる。そうですね、はい、語学学校、それ以外にも言語交換、多い時では週5人とかされて、 それ以外にどんなこともされましたか？はい、それから、はい、YouTube をひたすら見ました。台湾の YouTuber がまず面白いんですよね。語学を勉強の前に台湾の YouTuber ってすごく面白いので、やっぱり普通の日常を紹介する YouTuber だと、もちろん普通の話し方ですよね。あと字幕が全部ついてるので、すごくついてますね。はい、すごくありがたいんですよね。なので YouTube をひたすら見て、で、あ、これ大事だなとか、あ、これよく使うな、日本語でもよく使うなっていうのをひたすらメモしたりして、台湾の人はこうやって言うんだっていうのをひたすらメモして覚えましたね。じゃあ、大輔さんの教え方も教科書的じゃないけど、勉強の仕方も教科書に載ってるっていうよりは、自分がこういうふうに言いたいとか、これは中国語でなんて言うんだろうって考えたりとか、または台湾の若い人が、あ、こうやって言うのかっていう、まあ割と自分の生活に関係があることから始めていったっていうことですね。そうですね。やっぱり言葉を話す一番の目的って、その人とコミュニケーションを取ることだと思うので、なので私はそこを重視しましたね。あとこう生活してて、ふと、あれ、この日本語なんて言うんだろうって、これを一回中国語に変換して、それを自分なりに文法を考えて、こういう中国語だろうなっていうのを書いて、それを言語交換であった時にネイティブの人にチェックしてもらう。そうすると、あ、これこういう言い方不自然だよとか、こんな言い方しないよっていうのを言われるので、それでそうやって、あ、なるほどね、自分が書いた中国語とネイティブの中国語はこれぐらい違うんだみたいなのを勉強していくのもすごく役に立ちましたね。やっぱり自分でこうかな、ああかなって考えるだけじゃなくて、ネイティブに尋ねてみる、これが正しいのかで、正しかったらいいんですけど、もしそうじゃなかったらこう言うんだよっていうのをネイティブに教えてもらうっていうのも大切なことですよね。そうですね、そう思います。本当に正解がやっぱり教科書にも載ってないですし、やっぱり直接聞くのって本当に大事だなって思いますね。やっぱり大輔さん、まあ、今はその中国をペラペラ話していらっしゃるので、自然にそうなったのかなっていう錯覚をしてしまいますけど、実は陰でいろいろ努力されてたんですね。めちゃめちゃしましたね。やっぱりしてますよね。できるようになる前にやっぱりできる方っていうのはしてますね、努力。なんか才能がもともとあったんでしょうとか、なんかそういうことをおっしゃる方っているじゃないですか。でも絶対にそんなことないなってなんか思いましたね。こうもちろん私も才能なんかもともとないんですけど、勉強を頑張れば伸びるんだなっていうのはね。それで一生懸命勉強していく中で、はい、すごく頑張ってるのになかなか伸びなくて苦しい思いとかされたことはありませんか？もう頻繁にありますね、そういうのは。今も現在進行形。あります、あります。こう今日友達と喋ってて、あそこダメだったなとか、なんでこれ言えなかったんだろうとか、発音変だったなとか、そういうのでこうへこんだり、あれ今日すごく自然に話せたなとか、こう上がったり、この浮き沈みがすごい激しいですね。おー、できるぜーっていうのと、おー、ダメだーっていうのと、おーっていうこのジェットコースターみたいな感じ。下がってくるときに、なんかこうやる気がなくなったりとかすることもあると思うんですけども、それでも頑張ってこうモチベーションを保つために何かされてることってあるんでしょうか？はい、モチベーションはですね、まず私は日本でサラリーマンを辞めて中国語を勉強するっていうのが一番にあったので、そもそもの引き返せない感がまず強いんですよね。もう後には戻れないっていう。そうです、そうです。もう中国語話せないんだったらもう日本に帰れないぐらいの感じで。まあいい意味でそれは自分にプレッシャー、いいプレッシャーを与えることができますね。そうですね、いい意味ですね。で、やっぱり
どうしても全然伸びないなとかモチベーションないなっていう時はあるんですけど、うん、そういう時は、まあ、中国語だけに限らず英語を話してる日本人の方、うんうん、英語が上手い方とかそういうのを YouTube で見たりして、うん、あやっぱり外国語話せるのってかっこいいな、もうできてるペラペラ喋ってる人の姿を見て、はいはい、俺の理想はここだっていう自分の目的とか理想像をこう再確認して、あじゃあやっぱり頑張らないとっていう気持ちになりますね。ということは必ずしも中国語を喋ってる人の動画じゃなくてもよくて英語とかでもいいわけですね。そうですね、母国語以外に話せてるっていう、もうまずそれがですね私すごく尊敬するんですよね。私も結構英語系の YouTube は見てますね。はいはいはい、まあこの間ちょっとお話しした時も共通だったのはあのアツ英語さん、はい、アツさんの英語アツさんかっこいいですねかっこいいですよね。っていうのは、はい、あの方は別に帰国子女でもないし、うんうん、小さい頃に英語圏に住んでいたわけでもないんですけれど も、 もう頑張ってあそこまでペラペラになったっていうところがかっこいいですよね、はい、あなるほど。じゃあ YouTube で理想像を見ながら自分を励ますっていうことと、な他にも何かモチベを保つ秘訣みたいなのがありますか？はい、ね、語学は勉強ではあるんですけど、うん、もう勉強っていうふうにあんまり思ってなくて趣味の一つなんですよね。中国語を勉強するのが楽しいって今はなりましたね。途中まではそんなことなかったんですけど、途中から例えば新しい言い方を覚えたら、その分自分のコミュニケーション能力が広がるのでやっぱり楽しいですよね。会話がどんどん楽しくなる。新しい言い方とか単語を知れば知るほどどんどんネイティブの人の考え方とかを知れるので、毎日あ今から勉強しなきゃとかじゃなくて楽しい勉強とか趣味の時間がやってきたみたいなみたいな感じですねいいですね。だからまあ勉強を趣味にしてしまう、はい、楽しみにしてしまうっていうことですね、うんうん、そうですね。なので今この動画を見てる方で日本語を学習されてる方多いと思うんですけど、うんうん、やっぱりあ日本語やらなきゃって思ってやってる人って少なくないと思うんですよね、うんうん、そうですね。なのでそう思ってしまった時に、うん、やっぱり日本語勉強するの楽しいよね。日本のドラマを見ててあそういう言い方とかを知れたらもっと楽しくドラマ見れるよねとか、自分なりの楽しみ方を見つけるのもいいんじゃないかなって思いますね。これが分かったらこれができる、こんなこともできるんだっていうことを考えるっていうことですね、うん、そうですね、はい。ただ最初の方はそんなに楽しくなかったってさっきおっしゃってませんでした？そうですね、最初の方は、うん、あ、うまくならなきゃっていう思いの方が強くてプレッシャーとかもあったりして、ですけど途中から楽しくなってきましたね、うん。一つには達成感を味わってできるようになってきて、それを使えるようになってきたっていうのもありますよね。ということは、まあ、最初ら辺ちょっとなかなか楽しいと思えなかったとしても、まあ、ちょっと我慢して続けてみれば、そうですね、うん、だんだん使えるようになってそれが楽しみになってくる、はい、ということですね。そうですね、本当にそう思いますね。すごく参考になる話だと思います。いえいえ、先ほどもちょっと言いましたけど YouTube で日本語を教えてます。日常会話で使えるような内容を教えてます。中国語学習者が教える日本語で、一応若者なので若者が普段使うような化けた日本語とかそういうのを教えているので、よかったら見に来てください。それから最近インスタグラムを始めまして、ストーリーで日常会話で使えるようなのもちょろっと紹介したりしてますので、よかったらそっちもフォローしてください。